堀田真由四4月2日台は、日本の女優、ファッションモデル、タレント、ノンノの、専属モデルである。滋賀県出身、アミューズ所属。ナルシマイズる監督による二部作映画、ソロモンの偽証の主人公、藤野良子役を選出するために行われた、大規模なオーディションに応募し、書類選考、二次審査を経て、滋賀から単身で上京。 東映東京撮影所での合宿に参加し、最終選考の5人にまで残ったが落選。その時に芸能事務所のスカウトもあったが、2014年にアミューズで5年ぶりに行われた新人発掘イベントオーディションフェス2014に自ら応募し、32,214人の中からワウワウドラマ賞を受賞した。2015年、事務所の先輩の中リエシャが主演する。 ワウワウ連続ドラマ W テミスの休憩で、中が演じるヒューガワセイリサイの妹のほのか役で、デビューする。同年4月から、東京の学校に転入した。2017年度後期の NHK 連続テレビ、小説、ワロ天カで、主人公、藤岡店の妹、リンの役を演じる。ワロ天カ出演中には大阪、南警察署の一日署長や、 第63回日は小開きで大型観光船、ミシガンの1日船長も務めた。2020年1月20日発売の女性ファッション誌、ノンの2020年3月号より専属モデルに起用される。2020年4月、結婚情報誌、ゼクシーの13代目 CM ガールに選ばれる。2022年3月公開予定のアニメ映画、ブルーザーマルで声優に初挑戦。 主人公、鶴玉木役を演ずる。特技はバレエで6歳から10年間バレエ教室に通っており、オーディションフェス2014の決勝でも披露した。普通児童二輪車免許を取得。好きなものは、端子を純喫茶で飲むメロンソーダ。ありがとうございます。